最後の句お願いします。野球で悔いを残した者たちのラストノック。悔いを残した人っていっぱいいるんだろうけど、俺の力でそういうものが本当に吹っ切れるんであればね、本当にありがたいと思うし。先輩がケツバットされてるいじめられてるみたいな。本当に自分の野球はこれで最後。あの時代に帰りたいっていうのが、それが辛かったです。申し訳ないなと思いながら。野球を半ば諦めました。託せよちゃんと子供に。はい、本当であれば今もずっと大好きな野球をやっていたかったです。自分の中では申し訳なさとずっと後悔が残ってました。みんな多かれ少なかれいろんな後悔失敗を重ねながら生きてる。頑張れ。自分を責めるな。前を向け。もう振り向くな。高木豊のラストノック。こんにちは。はい、浅井豊さん、いよいよこの日がやってきました。はい、どんな人が来るのか、ちょうど、まあ、楽しみではあるけども。そうですね。もう実際下に今日参加してくださる、まあ、悔いの残った皆さんが待っていると。でも涙があったり笑いがあったり、うん、まあ、それでいいよな。あ、まあ、楽しくな。そうですね。それで悔いが残ってる人が、うん、なんか気持ちが晴れるような、はい、まあ、ちょっと企画にしようよ。まあ、思いをしっかり聞いて、うん、ね、しっかりノックをしていきたいと思います。はい、この日の主役は全国各地から集まった野球に悔いを残した人たち。どんな思いを抱えここへ来たのか。対面。対面です。いよいよちょっと緊張ですけど、我々も。まあ、緊張か。ちょっと緊張します。まあ、楽しみだけどね。あ、どんな、まあ、どんな人が来てるかね。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はいはい、はい、チーム一丸となって選手と向き合います。こんにちは。こんにちは。今日は ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。高木豊 YouTube チャンネルです。はいはい、よろしくお願いします。まずは怪我がないように、で体調が悪くなった人はすぐ言ってください、ね、君たちが、応募をしてくれた、いろんな悔いが残っていると思いますが、今日それを晴らして帰りましょう。楽しくもあり涙があってもいいです。一緒に野球というものを楽しんでいきましょう。緊張してる？緊張してる人？緊張なんかいらないよ、何にも。ね、楽しく、ね、仲間としてこう野球の悔いを晴らしていきましょう。俺もいろんな悔いが残ってます、ね、これは終わった時にちょっとお話したいと思うけど、頑張りましょうね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ後ほど。どうでした今第一印象。いや、やっぱり硬いな。まあまあそうですよね。まあまあそれはしょうがないね、うん、しょうがないけど、いろんな思いを背負って、うん、まあ、来てる人たちがいるんで、はい、まあ、その思いをしっかり引き止めて、うん、で魂を込めた、まあ、ノックを打ちたいと思いますよ。ここからは一人一人に思いを聞きます。一人目は少年時代野球選手に憧れたハッシーさん、ね、はい、53歳、はい、神奈川県、はい、野球歴5年。でなんかサイン会で俺と会って、はい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 、ハンカチを貸してくれたって、はい、そうですね。え、どんな状況だったの？いや、ちょっと待ってよ、はいはい、豊さんが現役入られてご活躍されてて、はい、僕サインもらえなかったんですね、当時なんか先着かなんかで、うん、でその後豊さんトイレ行かれたんで、僕もちょうどトイレに行ったら、で豊さんに、あ、こんにちはっつって、でサインもらえますかって言ったんですよ、うん、豊さん用足してんで、あげられるわけねえだろバカって、おしっこしてるからね、うん、でその後にハンカチがなかったみたいで、うん、ハンカチあるかって言われて、あ、ありますってお渡しして、じゃあもうサインじゃなくてこれでいいだろうって言われて借りてちょっと待ってひどいですね。ちょっと偉そうだな。でもこれ思い出だろうって、で俺も本当思い出だったんで、 ありがとうございますって。ちょっと高飛車だな。そうですね、そらいかその高木豊が呼んでこいよ本当に。まあ人気の時だったんで。そんなハッシーさんの思いとは。どんな悔いが残ってますか？小学校からやってまして、結構本当好きでやってたんですけども、まあ、中学普通に
野球やるっていうふうに自分は思ってたんですけど、まあ、周りがちょっとまあ不良の塊みたいななんかちょっとあって、で僕は野球本当大好きだったんで、もう野球だなと思ったんですけども、友達がみんな陸上部に入っちゃいまして、でまあ自分の意思もなく陸上部、え、野球部が不良が多かったの、はい、意外となんかやんちゃな、それ今でもこうやっぱりあの時やっとけばよかったな、その時の光景が見えます。自分のお家から先輩がケツバットされてそれでいじめられてるみたいな、嫌だなって思いながら陸上部入って、もう今だったら大変なことになってるよね。今は絶対ないですよ ね受けたことによって、はい、その光景は消えていきますか、嫌な思い出というか、うん、まあ、今日豊さんとこうノックしていただいて、まあ、そこで新しくまた、まあ、あの今までこうやってきてよかったっていう形で切り替えていきたいなと思います。わかりました、はい、頑張りましょう。お願いします、ね、お願いします。今回はサプライズとして思いを聞いた豊さんからメッセージボールがノックされます。縁と、まあ、縁を感じるし、はい、悪い思い出もあるけども、はい、なんか憧れた先輩がケツバット受けてて、うんうん、まあでもそれももう今となっては思い出になってるだろうし、うん、まあ、そういう人ともね縁を持って、はい、あのやっぱり人って大事だからさ、そうですね、大事にしていってほしいなって。続いては野球歴7年、はい、翔太郎大輔さん、はい、29歳、はい、ね、新潟県出身、はい、新潟で野球をやった、新潟で野球やりました、うん、なんかソリが合わずとか喘息とか、まあそうですね、はい、まあ、持病があったんですけど、そこで、まあ、部活を休んだ時に、まあ、仲間からのちょっと圧もあり、なんでなんだ、いやちょっとっていうのがどんどん続いて、私もちょっとストレスが重なってしまって、うん、でまあ辞めたという感じですね、はい、どんな声が残ってる、やっぱり高校で自分は野球をもう最後までやりきりたかったっていうのはあるんですけど、やりきれなかった。野球を辞めてしまった翔太郎さんを陰で支えてくれた人が、父とかも、まあ、結構応援してくださったんですけども、うん、あのまあ、下手くそだったんですけども、それでも、まあ、何も言わず、高校の時も、まあ、辞めたような話をしても、あのこうもうちょっと踏ん張ってみたらとか、うん、っていうような結構励ましもしてくれたんで、うん、それに、まあ、反するという言い方もあれですけど、しようなことをしてしまったので、そういう思いはまだ常に持ってるという、ずっと10年間ぐらいずっと持ってました、うん、まあ、はい、そこに恩返しはしたいですね、うん、今までこの引きずってきたのも全部なしにして、で、まあ、両親に感謝伝えれたらなと、あまり普段言えないんで、その思いを、ね、はい、しっかり伝えてください、はい、ありがとうございます、お願いします、はい、ます続いては球史に残る名将の名前を背負った応募者、はい、よろしくお願いします。三井辰徳、はい、なんかどっかで聞いた名前だね。そうですね、もう読んで字のごとくですね、もう親が、親がそうですね、大好きで、野球歴8年、はい、ぎっくり腰、そうですね、高校生の時に、あの本当1年生の時にぎっくり腰やっちゃって、うん、でもそれでやっぱりちょっと動けなくてっていうのと、まあ、あんまり実力的にも、まあ、そんなになかったので、まあ、選手としてはもうこれが機にっていう感じなのかなっていうようなのもあって、まあ、選手は諦めて最後、まあ高校生の時はもうマネージャーをやったっていう感じです、ね、でもこの辰徳という名前が、はい、なんか重かったりしたことはある？いやもう学生時代は重たいですよ、やっぱりあの最初の、あの自己紹介で、まあ、三井辰徳ですっていうふうに言うと、もうみんな絶対どの時もあ原田原田って言われちゃうんで、それでうまくなきゃなっていうのと、ポジションはって言われたらあサードでしょってみんなから言われちゃうんで、まあそりゃそうだよ、ね、実際のポジションはどこなの？まあ、一応もうそれに負けてサードはやってましたけどでもやっぱ体の状態が悪くて、そうですね、うん、まあ、断念することになったんだけど、はい、でもプレイヤーとしてはずっと本当はやりたかった、まあそうですね、できればっていうところはありましたね、やっぱ、どういう思いで受けに来たんですか？学生時代はやっぱ正直その名前を背負いすぎてたところがあって、なんかちょっとこうトラウマ的なところもやっぱあったんですけど、まあ自分も今まあ大人になってきて、まあ今美容師っていう職業をやってるんですけど、そうするとなんか逆にその辰徳っていう名前で、いやなんか実は原監督のことがすごい好きでみたいな、辰徳さんですよねみたいなことはあって
て、まあもう一周回って全然この名前で良かったなって今思っててのがあるんで、ご両親に感謝がっていうことから、まあそうですね、つけていただいたんだもんね。悔いというよりかは、なんか感謝にそれが変わっていったみたいな感じなんですね。そうだね、まあいいお話だよね。うん、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。続いては野球をやめたことで自身が大きく変わってしまった応募者、ヒロミさん。はい、ね、はい、笑顔がいいですね。ありがとうございます。なんか何にも悔いが残ってないような大変な人生を歩んできたので。大変な人生はい、野球とは別に野球やめてからちょっとなんですかね、やっぱ自分を乱してしまいまして、あ、ちょっとやけになったんだ、野球ができなくなって。はい、まあ、そういう時期もあるよね。そうですね、だから脱臼癖がある。一番初めに脱臼したのが1年生の県大会の時に、自分がセカンドを守ったんですけど、ゲッツーでファーストが取ってショートに投げて、自分取れると思ったんですけど、まあそれがセーフになって、ランナーが3フィートの内側走ってきたんですよね、はいはい、ボールが来たらもう自分がもうこんなになって飛んでた、飛んでてそれで多分抜けたんだと思います、ね、でそれから癖になったので2年生の夏休み明けぐらいに遠投してたら、そこでもう脱臼して、まあ、それで野球を断念するようになった。はい、で遊ぶようになる。そうですね、遊んで、まあ、学校にも行かず遊ぶようになって、まあ、そのぐらい野球に対する思いが強かったんだよね。自分の中で今まであった糸が全部切れちゃったみたいな。あの、どういう思いでノックを受けに来ました？まあ、新しいリスタートというか、高木豊さんのノックを受けてみて、まあ、これからの人生なんかいい一歩の踏み出せるノックになればいいなと思ってます。じゃあ期待してます。はい、よろしくお願いします。後悔ではなく今の人生を一回リセットしたいってことですね。まあそうだね、うん、まあ、第一歩って言ってたからさ、はい、まあ一歩しっかりした一歩をね踏み出してほしいという意味で、はい、にしました。続いては大好きな野球を嫌いになりそうになったという応募者。はい、25歳、はい、兵庫県出身、はい、ね、野球歴6年以上。6年ですね、ちょうど。はい、なるほど。中学3年間で一度も出れずということ。そうなんですよ。まあ言えば補欠だったという。そうですね、で、うん、終わった後に戦力外を告げられたような気持ちというか。その時ご両親は見に来られてたの？そうです、それが辛かったです。申し訳ないなと思いながら。3年間終わった時にご両親はあなたに何を、なんか声をかけてくれた？やめるっていうのは言ってたんですよ。もうだから3年間出れんかったら1回も。でどうするのっていうのだけ聞かれて、ちょっと辛いしどうなるか分からんなっていう話はしました。野球嫌いになりそうだった。なりました。今はどういう野球とつながりを持ってるの？2019年全球場回って野球を楽しんだりとかプロ野球を。本当に好きなんだな。好きです野球のどんなとこが好きだ？やっぱりみんなが活躍すると嬉しいじゃないですか、でそれで勝つっていうのはやっぱり嬉しいなっていうところがあったので、自分自身もやっぱそのチームとして戦うっていうところにすごく野球は魅力を感じてました。中学の時に一回も出れなかったっていう悔いが残ってるということか。そこだけ悔いが残ってないですね。やっぱりこう振り返るじゃないですか、人生とか。そこが残るんですよね。高校野球やってたら僕の人生どうなってたんやろとか、やっぱりこう高校野球やっぱ見てたら自分自身も変わってたんかなとか。今日はどういう思いでノックを受ける？やっぱここで井坂さんのノック受けて思い出にして、ああ野球良かったなっていう思いにして次に行きたいですね。進みたい。はい、次の道向けて井坂さんの一球を全力で取ります。はい、終わりました。はい、ありがとうございました。はい、続いては過去メジャーに挑戦した応募者。失礼します。はい、こんにちは。こんにちは。どうぞ。失礼します。もう太ったね。太りました。え、知ってるんですか？いや、だってアカデミーかなんかにいたんだもん、アメリカの教育リーグで。教育リーグか、はい、あ、じゃあ豊さんその頃に。いや、俺が引退してすぐアメリカ飛んで、はい、あったのよ。関東第一高校で活躍後メジャーリーグへ挑戦するも契約には至らず、23歳で引退を決意。23で辞めてアメリカから帰ってきたの、こっちに。
で、その後はメキシカンリーグに行ったりとかして、うん、日本のプロ野球のトライアウトとかも受けました。アメリカは疲れるわな、あれ見ただけで過酷だもん。いやいや、もうね、生活していくのが大変だもんな、はい、あれ。いや本当に、でもよくやってたな。豊さん、その時の印象ってどう？いや、印象は駆け出しだったから、彼は、うん、一生懸命や、はい、もう本当に応援したいなと思って、新しいルートを開くのかなと思った。だからメジャーに行くっていうより、まず向こうに飛んでメジャーを目指すという、これは新しいスタイルなのかな、なのかなっていうのがあったから。どういう思いで応募した？と、まあ、子供も小学校の 中盤になって、ちょっと手もかからなくなって、自分のことを考えた時に、あの時あの1年行っとけよかったなとか。豊さんの1球を受けて、はい、どんなことを断ち切りたいですか？正直なところ、その日あの時代に帰りたいっていうのが本音なんですけれども。でも少しでも楽になるかな。そうですね、楽になってくれると嬉しいな。はい、ね、はい、うん、セカンドキャリア頑張っていけるように。はい、あの当時の若い頃の君を思い出して、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、失礼いたします。メジャーへ挑戦する太陽さんを応援していた豊さん、野球を引退したことを知り何を感じたのか。彼の話を聞いてると、うん、前に進んでないよな、時間が止まってますよね。だからあの時に帰りたいとか、うん、そういう思いが強いから、うん、もう進めと、はい、あ、ね、気持ちを断ち切って進めという字を、うん、ね、彼に送ります。彼に送るね。確かに、まあ、心細いだろうなっていうのがね、言葉も環境も。そうだね、うん、だから一人でポツンっている彼の姿も見たことあるし、うん、そうだったんですね。で、まあ、ルームメイトとか、うん、本当にここでやっていけるのかっていう不安も。そうやな、あの、それ夢と引き換えだって言われても、うん、やっぱね、アメリカの野球って厳しかったわ、昔は。まあ、今どうか分かんないけど、俺が行った時っていうのは、うん、バイトをやりながらっていうか、日本人に与えてくれるバイトなんか多分なかったと思うよ、そんなに。うん、だから今こういろんなことを喋ってくれたけど、なんかすごく辛かったろうなって思うね。生きていくのに必死でも野球もやらなきゃいけない。そうだね、仲間もいない。で、言葉も最初は通じなかっただろうしさ、うん、まあ、ただあの頃に帰りたいって言っても、うん、もう帰れないから、もう進めというね、うん、こういう字をちょっと簡単かもわからないけど送りたいね。彼の中で の、 あの止まった時間をもう一度今度動かすために。そうだね、はい、はい、はい、じゃあバックオン行くぞ。いや、気持ちいいっす。久しぶりにグラウンドで投げたね。22年ぶりぐらい。昔は当たり前にできてたことが当たり前にできなくなる。やっぱりグラウンドに出ると生き生きしてるし、やっぱ野球が好きなんだなっていうのが伝わってる。自分みたいな後悔を残してほしくないなと思って託したいな。正直豊さんとか見えてないんです。はい、ピッチャー。ピッチャー、よし。オッケー。最後だけはすごい楽しかったです。悔いを残さないぞ。いいか。はい。はい、いよいよノック打ちます。高木豊のラストノック中編近日公開。